こんばんは。ちょっといい場所でジャズを聴いてみませんか。第1回目の放送は私佐藤陽介がナビゲーターを担当いたします。この番組は10月4日から毎週金曜日23時から30分間、週末のひととき、ご自分のお時間を取り戻せる空間を作る、そんなコンセプトでライブ音源を基本に皆さんにジャズをお届けいたします。今日のちょっといい場所は佐倉市ゆかりが丘にありますジャズギャラリーヴァンガードからお送りいたします。ヴァンガードさん、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日は第1回目の収録です。緊張いたしますが、皆様にゆったりした時間を楽しんでいただけるように私も楽しんでまいりたいと思います。それでは1曲目にお送りいたしますのはイギリスのバラード。曲のタイトルは A Nightingale Sang in Berkeley Square です。イギリスには古くから言い伝えがありまして、このロンドンのバークリースクエアでナイチンゲールという鳥が鳴くのを聞くと良いことが起きる、奇跡が起きる、そういうふうに言われています。ナイチンゲールというのは日本名ではさよなき鳥と言われる鳥ですね。夜に美しい澄んだ声で鳴く鳥として知られています。実は私もかつてグレゴリーポーターバンドで世界中を旅していた時にフランスでこのナイティンゲールの声を聞いたことがあります。その時私たちはフランスの古城で演奏していたんですけれども、曲に合わせてナイティンゲールが鳴いているのが非常に印象に残っています。その時私たちが演奏していた曲はスカイラーク、ひばりですね。それだったものですからこの曲ではありませんでしたが、さてお送りいたしますのは A Nightingale Sang in Berkeley Square。 作曲はマニング・シャーマン。それではお送りいたします。Thank you.